2011年のルマン24時間レースにて、オークレーシングはフランスのルマンを本拠とするレーシングチームである。オークレーシングはプロトタイプレーシングカーの耐久レースを専門としており、2013年にはルマン24時間レースの LMP2 クラスで優勝しており、2013年の FIA 世界耐久選手権の LMP2 クラスのドライバーズとチームの選手権を獲得している。 LMP2 クラスで成功を重ねた、数年後、チームは2011年に LMP1 のカテゴリーにステップした。2012年において、FIA 世界耐久選手権では、LMP1 と LMP2 のプロトタイプレーシングカーで参戦するとともに、ルマンシリーズには LMP2 カーのみで参戦している。チームは、オレンジと青の色からなるロゴで有名なガルフセキューから、 フランスとベルギーとルクセンブルクにおいてのガソリンと潤滑油の独占的な供給を受けて、両選手権に参戦した。HPD と日産のエンジンを搭載し、オークレーシングは2009年以来、ダンロップの公式開発協力チームとして、LMP1 と LMP2 の両クラスでタイヤを使用してきた。2012年にオークレーシングは、オンドークオートモーティブというマニファクチャラーの事業に、 活動の主体を移した。2010年のシャシーの設計事務所の設立に続いて、2011年に改良されたオークペスカロロレイチの LMP1 カーをレイスに投入して、責任あるマニファクチャラー会社としての一歩を踏み出し、a c o の2012年シーズン用のコストキャップのレギュレーションに適合したモーガンブランドの完全に新しい l m p 二カーを二千十二年に 開発した。2011年12月以来、プライベーターが購入できるシャシーを供給している。2006年後半から、オークレーシングは事業家で、レーシングドライバーのジャックニコレがオーナーとなっている。オークレーシングのモーが日産 LMP2 カーに乗る、オリビエプラ。1980年に、プロマテクメというチーム名で、フランス海産に参戦するために、 セルジュ・ソルニエによって設立された。2000年にソルニエレーシングに解消された後、ワールドシリーズ by 日産とその後継シリーズである、ワールドシリーズ by ルノーに参戦していた。2006年にプロトタイプレーシングカーのレースに、レース活動の舞台を移し、ルマンシリーズの LMP1 カテゴリーに参戦した。2006年後半に、新しいオーナーとなったジャックニコレは、 翌シーズンに参戦するクラスを LMP2 クラスに移して LMS の参戦を継続するというチーム運営の構想を描いた。2008年にチームはペスカロロのシ,ャシーとジャットのエンジンの組み合わせからなるレースカーを1台は LMP1 にもう1台は LMP2 に投入するという野心的な計画を実行した。その年のルマン24時間レースに 最初の中国人、ドライバー一人を含む平均年齢24歳から構成されるチームメンバーで LMP にクラス3位の成績を収めるという形で報われた。2009年に正式にチーム名を耐久レースで成功するために必要不可欠な能力である堅牢、力及び長寿の象徴の多くから名付けられたオークレーシングに改称した。その名前はまた、 現代のモータースポーツで見られる自然と環境に対する意識の高まりを肯定するものである。オークレーシングを設立するときにフランスマツダと提携して2009年にルマンシリーズとルマン24時間レースの LMP2 クラスに2台のペスカロロマツダで参戦するとともにアジアンルマンシリーズにおける日本の岡山国際サーキットでの2イベントに参戦した。シーズンの終わりには チームは発戦して、ルマンでの3位とアジアンルマンシリーズでの勝利を含む6回の表彰台を獲得している。2010年に ACO が新設したインターコンチネンタルルマンカップに参戦しながら、ルマンシリーズとルマン24時間レースの LMP2 クラスに、ジャットのエンジンを搭載したペスカロロの LMP にカーで参戦した。それらの努力は、 ルマン24時間レースの LMP2 クラスで3年連続表彰台獲得とイルムシーの LMP2 クラスで5戦中4度の表彰台獲得及び LMS とイルムシーでミシュラングリーン X チャレンジトロフィのタイトル獲得といった多くのタイトルと表彰台入賞で報われた二千十年十月十五日ペスカロロスポールの資産売却の際オークレーシングのオーナーのジャックにと プレスティージレーシングのジョエル・リビエールは共同して敷地を購入し、後でアンリ・ペスカロロに乗与して、彼にペスカロロスポールのチームを復活させた。2010年のプチルマンのレース2011年シーズンに2台のオーク・ペスカロロ LMP1 のプロトタイプカーをインターコンチネンタル・ルマンカップに投入し、シルバーストーン6時間レースで総合3位に入った。 LMP1 カーと同様に、オークレーシングは1台のオークペスカロロをイルムシーの LMP2 クラスに、さらに1台追加して、ルマン24時間レースの LMP2 クラスに投入した。イルムシーの LMP2 クラスで、チームはランキング2位に入っている。オークレーシングは2009年後半より、ペスカロロスポールの製造部門を引き継いでおり、近年は、 コンストラクターとしての一面が多く出るようになっている。2012年のヨーロピアンルマンシリーズの LMP2 クラスでのタイトル争いをもって自身のチーム活動に一区切りをつけ自社のプロトタイプレーシングカーの開発に注力するための設計事務所を設立した。2011年12月、オークレーシングの製造部門のオンロークオートモーティブは オークペスカロロ LMP2 の開発事業を立ち上げ、それによる自チームでのレース参戦と2012年シーズンに向けてプライベーターに購入しやすい価格のシャシーの販売に乗り出した。シャシーの製造事業に続いてオンロークオートモーティブが設計し製造した LMP2 カーにモーガンのブランド名を付ける提携を発表した。20年の空白の時期を経て FIA に公認された。 世界耐久選手権が2012年に復活した。オークレーシングは初期参入チームとして LMP1 と LMP2 のプロトタイプカーの両クラスに1台ずつエントリーしてシーズン開幕戦のセブリング12時間レースでデビューさせ LMP2 クラスで走るモーガンジャット24号車がポールポジションを取って決勝レースを2位でフィニッシュした。 続く2戦目のスパ6時間レースでは、日産エンジンを搭載したモーガン2012の LMP2 カー35号車が2台目として投入され、3戦目のルマン、4戦目のシルバーストン、5戦目のサンパウロ、6戦目のバーレーンと転戦した。24号車の搭載エンジンもついにシルバーストンのレース以降は、日産製に変更された。一方で、 LMP1 カーに搭載されたエンジンに生じた多くの信頼性の問題はチームにルマン後の LMP1 クラスからの撤退を踏み切らせた。新しく HPD 製のエンジンを搭載して富士と上海でのアジアラウンドの残る2戦に復帰して戦った。2013年はルマン24時間レースの LMP2 クラスで1から2フィニッシュでクラス優勝を飾った。 マーティン・プローマンとリ・カルド・ゴンザレスとベルトラン・バーゲットの3人が乗る35号車が優勝し、オリビエ・プラとアレックス・ブランドルとデイビッド・ハイネ・マイヤー・ハンソンの3人が乗る24号車が2位となった。35号車はサルト・サーキットをトータルで329周し、24号車はそれに1周遅れた。このレースではセーフティカーが12回導入される記録が生まれるほど、 難しい天候条件といくつかの重大事故が起きる荒れたものであった。オークレーシングは2013年ノルマン24時間レースの LMP2 クラス優勝を果たした。オークレーシングは FIA 世界耐久選手権の LMP2 クラスでドライバーズとチームの2巻を獲得した。ドライバーズでは35号車のプローマントゴンザレスとバゲットが1位。 24号車のプラトブランドルとハンソンが2位となり上位2位を占めた。2014年はアメリカ合衆国で新設されたユナイテッドスポーツカー選手権の LMP 2クラスにチームは参入しフルシーズンドライバーのオリビエ・プラト・グスタボ・ヤカマンが、カナりアンタイヤモスポートパークでシリーズ初勝利を挙げた。一方2014年の FIA 世界 耐久選手権のエントリーリストに記載されたエントリー名を G ドライブレーシングに変更した。オークレーシングはマニュファクチャラー部門であるオンロークオートモーティブの販売しているモーガン LMP2 のオペレーションに縮小し、その他の運営についてはロシアの G ドライブの関係者が引き継いでロシア人ドライバーのロマン・リュシノフにタイトルダッシュを全面サポートすることになった。シーズン中盤には オンドオークオートモーティブが開発したリジェ JSP2 がモーガン LMP2 に代わって使用された。開幕2戦のシルバーストン6時間レースとスパフラン・コルシャン6時間レースでは LMP2 のクラス優勝を挙げている。ルマン24時間レースの予選では総合13位、クラス3位の順位につけたが決勝ではリタイアを喫して完走はならなかった。ありがとうございます。